When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss.スカルプで中さだしをやっていきたいと思います。まず用意していただくものはこちらのキッチンペーパー、そしてこちらのハサミ、ちっちゃいハサミ使いやすいもの、そしてこのスカルプ用の筆ですね。はい。で、私はネイルでダンスのアクリルパウダー、アイスクリアを使っております。こんな感じです。はい、アクリルのパウダー、はい、そしてこちらのアクリルリキッドですね。この液とこの粉が一緒になることによって、固まっていく。できれば同じメーカーの方がいいと思います。はい。で、それを入れる容器なんですけど、本当はこういう入れ物、こういう入れ物にこのアクリルリキッドを入れまして、で、この筆でですね、つけて、こういうよくある、こういう感じのことをするんですけども、私はもうそれがすごいめんどくさいですし、もっと時短したいですし、ここに液がずっと溜まってて、口がこんだけ広いと、匂いがすごいサロン中に充満してしまうのがやっぱり嫌なので、これは賛否両論あると思いますが、私はもうこの入れ物に入れちゃってます。こういう入れ物に入れるっておくとですね、こうすると液が出てくるので、もう私はこれにしてますけど、これはもう賛否両論あると思います。私はやってます。はい。で、そのぐらいですね。 あとネイルフォーム、こちらのネイルフォーム、はい。で、長さをすごい出したい人はですね、この長さの長いものを買ってください。けどそこまで長さを出さないという人はこのぐらいの短いもので大丈夫です。ネイルフォームは別にこれが合ってなくても何でも大丈夫です。はい、ではやっていきたいと思います。まずこちらのネイルフォームをハサミでカットしていくんですけども、まずですね、めくります。ペラッとペラッとめくりまして、で、これはもうポイで、この真ん中こちらをですね取ります。はい。で、裏のところにピッと、はい、くっつけるんですけど、この時に爪の幅が広い人、幅が広い人とか、あとこうスクエアを作りたい人はこっちではなく、この広い方をこっちに貼っつけます。私は。はい。でも私はスクエアにしたいわけでもないし、そこまで幅も広くないので、普通にこうやってくっつけまして、くっつけたらですね、ハサミでカットしていくんですけど、まず最初しっかりここのサイドの部分、ここがしっかり覆われていないと、そこから亀裂が入っていってしまうという可能性がありますので、そこを防ぐためにまずここをまっすぐにします。その方がいろんな人の爪に合います、経験的に。はい。カットしました。そしたら次はですね、この自分の爪のここのライン、ここを目安に、これに合わせて形を切っていきます。私の場合だったら、こうですね。自分の形に合うように切っていきます。で、まず、ここにグッとはめるんですけども、お客さんにするときはグッとはめてからピッてくっつけたらいいんですけど、自分にするときは片手しか手がないので、先にすごい緩くちょっとだけ先をくっつけておきます。で、自分のこの爪の形に合わせる。はい。合いました。で、合ったらこういう感じですね。はい。わかりますか？で、ここの根元を貼ると、前から見た時にまっすぐ、ここがまっすぐなっている。で、横から見た時にもここの根元の部分、こことこの先端がまっすぐになっている。わかりますか？ここがまっすぐなっている。はい。で、ここの横のサイドの部分ですね、ここがしっかりとはまっています。しっかりとここの部分が空間が空いていないか、しっかりと収まっているかを見てください。はい。で、先端が少しもうちょっと丸みが欲しいというか、膨らましたいと思ったら、こういう筆の端っこをこう入れてですね、ちょっとこう調整する、しっかり調整するというふうに
したりとかしてください。はい、でまあこういう感じでネイルのフォームの装着、私のやり方はこういう感じでやっております。はい、ではここでリキッドを乗せていくんですけども、まあこの爪はですね、もう下処理は終わった状態になっております。はい、では乗せていきます。まずパウダーを置いてリキッドを用意して筆を持ちます。ではまずですね、たっぷりとリキッドをつけます。たっぷりつけました。ちょっと見えるかな、ちょっとこれを見せるためだけに持ち上げますね。しっかりとリキッドつけて下に1回2回落とすぐらいで、ここにギュッ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 と5回取ります。もう一回いきます。しっかりつけてで1回2回落として、1、2、3、4、5、はいはい、もう一回やりますね。 しっかりつけてで1、2回落とすで、1、2、3、4、5、はい、こういう感じで、まあ、このネイルエダンスは5回取りましょうっていう感じなんですけども、他のメーカーによっては1、2、3とかグーって1回だけ押すっていうのもありますし、それぞれのパウダーによって取り方は違うんですけども、まあいっぱい取ったらいっぱい取れますし、ちょっとしか押さなかったらちょっとしか取れないですし、この液も今みたいにすごいたくさんつけたらいっぱい大きなものができますけども、例えばちょっとだけ取りたいっていう場合だったら、しっかり筆をしごいてもらってグッグッとすれば少ししか取れないです。はい、まあ量はこうやって調整します。で私はもう時短、なんせ時短なんで一気にいっぱい取ります。でいきますね。まずしっかりとつける。で、1、2、落とす。で、1、2、3、4、5、取る。で、ここの全体的に染み込んでね、つるっとなってくるまで待ちます。なってきたら、この上に真ん中に置きます。はい。真ん中に置きました。で、もう一度筆をきれいにしたら、ぐーっと根元に向かってぐーっと押します。ぐーっと押します。押しながら根元に向かってぐーっと押したら一気に先端に引いていきます。ぐーっと根元に押したら一気に先端に引いていきます。この時に横、ここのサイドにしっかりリキッドがしっかりこのアクリルが行き届いているかを見てください。はい、できました。ワンボールで作れました。いけてるかな。はい、こういう感じでですね、はい、こういう感じでしっかりワンボールで長さが出せました。表面もすごいツルツルしているので、もうボコボコしていないです。なのですごいもう削らなくてもいいぐらいの状態です。ここで固まったら、固まってきたと、ここでですね固まってきたので剥がしていきます。でまずここを取って、でここの先端を取っ、空気を入れてパキッと、わかりますか、空気を入れてパキッと取れました。そしたらしっかりグーッとピンチを入れるというんですけど、ちょっと本当は自分でするんでね、うまくあれなんですけど、本当はこういう感じで入れます。お客さんの爪があったらこうグーッとピンチをできるだけ均等な力で入れて横の広がりを抑えます。はいはい、ということで長さが出ましたので、あとは微調整でちょっと削っていきます。はい、ちょっとこういう感じの粗いものを使います。で、まあ、親指からいきますと、まずサイドですね、まずサイド
ここをまっすぐにします。まっすぐでももうほとんどまっすぐなのでもう数回するだけでいいです。はい、反対もよいしょ、ちょっと入れにくいんですけど、自分でやるってやりにくいですよね。まっすぐにすると、はい、まっすぐになった確認ができたら、この下ですね、ここに入れてもらってしっかりまっすぐに整える。はい、整ったらあとはもう形です。形をどういう風にするか決めてもらって、ちょっと親指長いのでまあちょっと長さを出すのでしっかり出したかったんですけど、まあ削って、はい、削ったらですねこういう感じです。はい、前上から見た時と横から見た時で、まあ前から見た時、ちょっと見えにくいかな、ちょっと見せにくいんですけど、はい、前からしっかりまっすぐなっていることと、横から見た時に分厚すぎない、私はあんまり分厚いのが好きじゃないのでこのぐらいの薄さにしています。はい、でこの根元の部分はもうあんまり分厚くならないようにしてください。薄い方が取れにくいです。はい、っていう感じで私はスカルプやってます。少しでも何かの役に立てればいいなと思います。あ、こうしたら見やすいですね。こういう感じです。一緒か。はい、こういう感じでしっかりまっすぐじゃなくてでも変にカーブがかかっていたりとか反り返っていたりしないでいい感じにこうなる。はい、でこの根元のところと先端のところはまっすぐ、これがこの先端がですねここのキューティクルのこの根元のラインよりもグッて下がっていたりとか逆にふって反り返っていたりしたら全然かっこ悪いのでまっすぐなるようにしました。で結構しっかり端っこが覆われていることで、長さもですねあんまり自分の地爪の倍以下にしておいたら折れにくいです。まあせいぜい倍ぐらいまでじゃないとやっぱテコの原理でパンと外れてしまうことがやっぱりどうしてもあるので、あんまり長いのはおすすめしないです、長持ちさせたいならば。はい、というわけで、私流のやり方でちょっとこんなんで申し訳ないんですけども、長さ出しのやり方でした。